ろしくお願いします。よろしくお願いします。もう汗だくですね、朝から。もう朝準備してもうみんな出終わってますから、ね、出終わって。夏はやっぱ朝一はちゃんと取っといた方がいい感じですか？取っといた方がっていうのは、あ、ちゃんと釣りしろと。はい、釣りは常時やっぱやった方がいいんだよ。うん、特に今この日が直接湖面に入ってないじゃないですか。はい、この陰っていう時やっぱトップでよく出るんで楽しいですよ。トップで釣りたかったら、はい、で朝一、まあ、インサイドにもちょっといるんですけど、はい、スクールが上がってくるのって意外と9時過ぎなんですよ。それなので、うん、朝一のこのトップやんないんだったら逆に俺10時ぐらいから釣りするぐらいでもいいかなと思いますけど、7時9時がちょっと7時9時が中だるん。今何時ですかね。1時間半ぐらいはちょっとトップで遊べるかもしれない、はい、スクーパーフロッグはもうツレツレなんで、はい、ちょっと朝一違うので、はい、田中さんこれ投げてない？これなんすか？これなんだっけ？俺に名前を。トリプルフライ。メガバスの新しい。そう、アイウィングトリプルフライ。はい。って書いてる。そのサイズ感どうですか？松本さんというとなんかもっとでかいトップっていうアイウィング135とか。そういうイメージがあるんですけど、いやいや、最近一番でっかいの釣ってる羽これですかね。これはしかも筑肥湖の前にバリバスの撮影で中禅寺に行ったんですけど、はい、その時もこれ、あ、ずっとこれと暮らしてるぐらいだけど、はいはい、お、別に大きい羽だけが好きじゃなくて、トップは全部好きっていうか、正確に言うと、はい、釣れるルアーが好きなんですけど、はい、釣れるルアーの中で自分が一番こう、なんていうのかな、はい、手駒が多いのがトップってだけです。はい、だから別にすげえトップが好きかっていうと、それが釣れるから必然で投げてんだよっていう。本当に好き嫌いだけで言うとね、はい、一番好きなのはね、あのボリュームあるワームで釣るのが一番好き。なんかモグモグしてくれるじゃないですか。ブルフラットとかそういう、簡単に言うと、あの仕事柄ハードルアーで釣りすることが多いでしょ、はい、俺、はい、オールジャンルやる、はい、そうするとなんかこう別段ハードルアーに対するこだわりとか全然ないんですよ、はい、ぶっちゃけ、はいはい、だって日頃仕事道具じゃんみたいな感じになってくるんで、はい、ハードルアーっていう括りで言っちゃう、はい、じゃなくてワームを無駄に送り込みたいんです。あ、無駄に。無駄にですよ。あの、ちゃんと送り込むで、無駄に送り込んで遊びたい。はい、あ、タナさん、後で俺が最近発明した新しい遊びやります？やります。どっちが送り込んでられるか選手権ですよ。俺そういうの我慢できない選手権早い方なんですけど、この間山田さんとやってましたけど、はい、山田さんの記録は5秒でした。5秒。ちなみに俺の記録9秒ですからね。糸持ってってからカウント開始する。当たったら当たったよって言って、そこから口に出して1、2って数えなきゃいけないんですけど、その上であれです、当然測れたらカウント外じゃないですか、はい、釣れた中でなんですけど、飲まれたらマイナス3秒食らうっすよ。新鮮な方だ。釣れそうっすね。ハモン、羽やっこいかなとか、はい、ハモンもやっこいっすもんね。羽もプリントしてあって、魚ですよ感が。それの小さいやつよりちょっと大きいんですよね、確か。それの小さいやつってありましたっけ？アイウィングフライってのがあって、うん、俺それの羽チューニングバージョンかと思ったらサイズも全然違くて。あ、本当？アイウィングフライを俺が持ってます。そうですね、去年ぐらいに出てた。
普通に釣れそうっすね。ドカーンとか来ないかも。結構カチカチ。最近ずっと減衰方向なんで、はい、その流れ星、エリュシン側にある要は崩落って水中の岬じゃないですか、はい、ここって今やりたいのはすぐそこに当たってきた。意外とあの尻尾のオレンジよく見えるんですね。そうですね、この距離でもカメラで映ってると思うんですけど、釣れるかな。いけちゃう、いけちゃうんじゃないですか、これは。ちょうどあの辺に崩落がある、はい、あー、それを揺らさないで。あ、ごめんなさい。あ、そっか、その木に触んない。そう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 、触っちゃう。停電になってた。超レト、超レト。この間こんなに投げて、下向いてこうやってドコーンとか見ないうちに5、3に持っていかれましたるわ。5、3、5です。すっげーです。でか、全然こっち来ないですね、このルアー。うん、全然なんかで、波紋はしっかりね、釣れそう感じです。釣れるでしょうって思うけど、大体今何もない。スクーパーも慣れてる。最近ちぎるを食ってるやつがすごく多くて、はい、ちぎるとあれかな、追いかま。スクーパーフロッグとかはもうそのちぎるとかも、そうそうそう、あのまあ岸に投げてもでちょいちょいってやったらカエルっぽいけど、はい、要はすげえ柔らかい羽だと思えばいいわけです。で波紋出し続け でギルとかって耐えられるでしょ、ちぎるとかって、はい、このセミにしろスクーパーにしろちぎる分に使うんですよね。あ、そうなんですね。出ねえかな。もっとルアーでかい方がいいかな。ルアーでかい方がいい。わかんない。魚との距離感次第なんですよ、ね。はい。魚と距離近ければ、ちっちゃいので出ちゃうじゃないですか。気づいてくれるから。特に食わせ能力はめっちゃスクーパー高いんで。はい。ああ、魚と距離があるんだったら、単純にルアーでかくして気づいてもらうか。で、上に出ないんだったら迎えに行くかですね。はい、沖の崩落は気を出ません。なんか、なんだろうな、こうちょこちょこカエルみたいにやった方がいい時もあるし、はい、シェイクのが圧倒的に出る時、両方スーパーターンあるし、やばい、プランクターンが入っちゃうんじゃないか。そこの崩落が今入られちゃった。ぶっちゃけこの半分も最近すげえ働くんですけど、このちっちゃいの映るな。映りました。ちょっと可愛いです。可愛い子ちゃん。
あー、俺のカエル。カエルまだ大丈夫です。カエル、しっかり浮いてます。カエル救助。すげえ釣ってますからね、これ。これカエル救助。速攻の一匹目でしたね。これね、マジでサイズ選ばず今日釣れるんですけど。速攻釣れましたね。いや、マジですぐ釣れます。スクーパー投げてれば。一番なんだろう、お手軽でいっぱい釣れるトップじゃないですか。スクーパーにはそれ松本さんの今何ポンドクラスのロッドなんですか。これは72の4ポンドクラス。4ポンドクラス、はい、はい。で、糸は06の時と08の時だった。はい。これ08かな。にリーダー10ポンド。10ポンド。入るだけだったら、まあ、リーダーなくてもいいんですけど、はい。このまま同じタップルでセミもやるんで。サイズ狙い浅いところよりやっぱ水深あるところの方がでかいんだよ、ね、水深あるところでポコンって浮いてるような。まあそのうちにサイズも狙えそうな場所でトップやります。はい。これ最近でもね、今年は出た羽があんまり効かないんですよ。ちょっとサイズ感も考えてアプローチした方が。どうなんだ。もうだって今年 NZ ででっかいの釣ってないですからね。あ、そうですか。はい。投げてはいるんですか。投げてます、投げてます。これ投げるでしょ。大好きです。へー。今年はね、小羽の方がでかいの釣ってます。はい。あと、あ、すげえ荒れてる日はそんな釣れないんですよ。あー、頑張って出ても。そうそうそう。あの魚もだいぶ減ったんじゃないかな。あの魚っていうと荒れてる時に、うん、いるはいるけど擦れちゃってるってことですか。かもしれないです。普通の日の方が釣ってますもんね、今年。その激荒れてる日にはでかいの釣ってない。はい。普通の晴れた日、はい。あの角変っていわゆる状態じゃない時ですか。はいはいはい。これなんか羽脱着なんでしょ。羽が、こんな感じで、なんか硬いエラストマーと、うん、柔らかいエラストマーが。どうやってこれ羽外すんですか。ズポって抜けるらしいんですけど。繋がってるんだ、右左。あ、そうです、そうです、はい。これ良さそうですね。これちょっと後で落ち着いたら、松本さんにも投げてもらいたいのかなと。了解。落ち着いたらっていうか、まあ、釣れんのトップ。今赤だけ。今投げてた方がいい。でも、もうちょっとで本命なんで。はい。本命崩落。了解です。向こうの崩落行く頃にはもう日昇っちゃうと思うんで。はい。下流に行くか。だから朝どっち行くかも結構。重要。崩落どこにでもあるじゃないですか、今って。はい。出た。おっ、ギル。分かんない、ちっちゃいバスか。この前のは確実バスでしたけどね。ボコーンとか言ってほんとにでっかいのついたかったらもっと遠くからやりますけどね。はい。まあ今朝でパンパンとテンポよく、いや動画に映るかなって思って近くに釣りビジョンのナマズのロケとかも あえてあの時はだって投げる前にそこに投げますって言ってから投げますから、ね、取りやすいように。そうそうそう。だってあのスランと映ってないとつまらんじゃん、はい、トップって。だから基本トップの動画の時はめっちゃ近いです。あ、本気でやる時は結構遠い。試合中はもう遠距離から遠いですね。この前のつくい子なんかってのはどうだったんですか。あん時は結構遠いですよ。まあでも近くてもそんなにオンオフしなきゃ大丈夫。
で次そっちの後楽やります。はい。すぐそこ今ちょびっともう見えちゃってる。はい。あ、ま、でそう。ここはちょっとカメラない。あ、こんぐらいの角度の方が撮りやすいですね。結構でかいんだあれも。近寄るとすごい下。おっしゃ。あー、乗らんかった。いやー、宣言通り。乗らんかったっすね。宣言通り。もうちょいドッカーンって出ねえかな。はい、変えようか。まだ出る。結構色っぽいですもんね。まあいいの。一瞬針触っちゃったからな。もう来ないか。カメックスが来た。カメックス。カメックスもルアー大好きですよね。ルアー好きですね。口がかりするんですか、カメックスは。たまに、あとワームがね、三角に切られて帰ってきたり。あ、結構でも出ますね。そこでも出て、そっちでも出て。逆光気味だけどこれ映ります？あ、オイカーもいっぱいいるな。ね、多分映ってます。頼りないカメラも。頼りない。多分映ってます。多分ってなんだよって。カメックス。集めだけだな。こっちもこっちも出たけどな。ちょっと違うのよ。はい。また味変えるとかあったりするよね。ここでクーパーにちょっと、はい、意外とこういうスクーパーも置きでやりますみたいなね。あ、機種やった方が、まあ釣れるフィールドはそれでいいし、今は特に減衰でその行楽のトップとか出ちゃってるじゃないですか。はい。あそこおかっぱりいるわ今日。あ、もうボイリングポイントなんですね。うん、減ると。カメックス、もったいないなぁ、2回も出たな。前に最後に三島へ乗してもらった時はたまたまたお試しで13使ってたから。13じゃないです、あれも10です。松本さん、なんか変なの使ってましたよ。10ってやつです。10、あ、10か、10か、うん、10も売ってないです。8じゃなくて10を使ってた。そう、10も売ってないですね、そんで。そうですね、10、13はファーストテーパーのやつです。はい。8はレギュラーです。はい。いっぱい出てきた。そう、あのパッケージごとだとすごい固まるから、いろんな色を1個ずつ入れてる。でもね、絶対見える色の方が面白いですよ。赤ガエルにしようかな。かな。白が一番好きですね、その魚的に使うんだったら。はい。今日は動画に映りやすいっていう理由でピンクにしましょうか。ありがとうございます。魚食いの時はでも白。で、黒もすごい釣れるんだけど、はい、絶望的に見えない。はい。あ、まあそれはわかります。ね。ピンクちゃん、ピンクちゃん。
これ多分まだ人入ってきてないと、今日下流に来た人少ないですね。みんな多分ね、豊が放水してるんですよ。はい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 。で、その境目にめちゃくちゃいるんですよね、今。だめちゃくちゃいるんだけど、少し前までの水位だと、はい、その本当に暑いところに崩落のせいで人が行けなかったんです。はい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 。それが今多分行けるんで。あ、この水位でも行ける。ね、逆に崩落があって、その先が良かったんですよ。はいはい、で船がもう通れなかったから、はいはい、落っこってきちゃえば魚落ちてくるんで、あ、今度、しばらく触られてないその上流系のスクールに行けるようになってると思うんですよ。で、勝ち合っちゃえば、ものすごい数いるんで、向こうって。はいはいはい、そっちに行ってる人が多いんじゃないですか。あ、いや、トップにするならこっちですよ。上はちょっとややこしいことして、まあでも言うてすげえいるんで、釣れます。釣れるけど、スーパービッグ来ないです。絵が面白いですね。今、減衰してるから、これ目で見えますね。よっしゃ、楽しい。なんで逃んだ。ねえ。めっちゃいい出方してましたよね、今の。朝この日が差す前のこの時間は、本湖のこういう崩落にトップ投げつけてるだけでまあまあ出ちゃうんで、ですこれ誰でもできるでしょ。サイズも場合によっては全然やばいの来る。全然やばいの来る。最近釣ってるのほぼこういう感じで、でかいのがドッコンって来るんですよ。あ、ドッコンあるんですね。ありますよ。この間の535もそうだし、その前の53もそうだし、ゴッパチとその前のなんだっけ、アングリングのロケで釣ったやつはアンダーでジグですけど、はい、なんかスピニングもね、0、80ポンドとか強めに組んでるのは、いつ2キロくんが来てもいい。いや、話では聞いててもやっぱ一緒に乗るまで、うん、松本さんすんごいペースでゴジアップ釣るじゃないですか、はい、どんな特別な場所でどんな特殊な釣りしてんだろうと思ったんですけど、いや、めっちゃ普通、本当オーソドックスな展開っていうか、はい、本当みんなが投げるようなところを、で、まあ、俺日頃ライブスコープとか積んでますけど、はい、でっかいやつ全部なしで釣ってますからね。で、今日も積んでないですね。今日でっかいやつ釣るなんていらないです。見たから釣れるっていう種類の魚でもないですしね。まあ、試合とかでガチでちょっと選びながらいろいろやんなきゃいけない時とかは、まあ、もう絶対つけますけど。松本さん結構アイウィングのでかい方もなかなかいいよなんて前教えてくれて、はい、今年ね、はい、すげえ釣ってます。あ、そう、さっき車の中にも新品パッケージあるからスタンバイされてんだと思って、はい、あれね、出た時より今のが釣れる気がする。その本当のフルサイズ NZ クラスっていうのより、はい、ちょいデカのあんぐらいが今よく釣れる。はい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 、はい、2オンスちょいちょいぐらいぐらい、1.5 とか、はい、がよく釣れてて、 NZ だと 100g ちょい超え、 100g 前後になってくるんですもんね、多分。わかんない、あれ何オンスだっけな。 NZ って結構重いんですよね。あ、ていうかここにありますけど、はい、松本さんと乗るから。これ何オンスなんだろう。2オンス、3オンスぐらいね。3オンスで5オンスの竿で投げてたんだっけな。そう、俺の全部プロこの羽がよく曲がってるんで、箱入り新品持ってきました。シールだけ貼ってきますけど、ケロケロでもないけど、今ケロケロ意外と騎士打ってないっていうだけ。うん、騎士打ってないと思います。まあいいですけどね、岸に慣れても釣れるルアーだったら釣れるんで。ただサイズをまだ考えると、大きいのちょっと単発のやつの方が熱いですね。ドコンっていうやつが、ドコンっていうのが出る、ドコンっていうのが出ますふっってなるやつ。
もう長い。あ、届かない。すごいよ、川の量ですけど。うわ。ケオケオ釣れました。ああ、俺の殿様がどっかに行ったぞ。下顎かかってる、怖っ。いやー、いいサイズね。すげえでかくハゼでしたね。魚食ってるから、あの子が回す。あ、もう短かったよ、早い。リリースの速さには定評がある。スクーパー、スクーパーです。スクーパーフロッグをあの奥に打ち込んで、壁を置いて、で、シェイク、シェイク。ギルの時はやっぱ波紋立てるよね。あの殿様が何気にギルっぽくて発見。切れてる。触りそうに。